こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2023年のローズステークスの予想。やっていくわよ。おお。秋華賞トライアルの G2。今年 G2 になった先週のシオンステークスと比べればメンツは例年揃う。っていうレースなんだけど、今年はやばいレベルね。シオンステークス以下じゃねえかよ。桜花賞、オークスに出走した馬はソーダズリング、レミージュ、ラベル、コンクシェルのみ、NHK マイルカップに出走した馬もユリーシャのみって。やばすぎでしょ。ミルファームは北ウィングをなぜシオンステークスにもローズステークスにも出さないんや、ミルファームさんよ。俺たちは知ってるぜ。2歳戦1勝クラスやオープンにゲート割れしているのをいいことに未勝利馬を出走させまくって稼ぐビジネスモデル。お前ら、ミルファーム、継続してるよな。確かに JRA が若駒偏重のレース形態を施行してるし、その潮流に乗ったビジネスモデルは何もそしりを受けることはない。でもよう北ウィングはこういうところで稼ぐ馬じゃないのかよ。ミルファームはいつからそんな普通の夢見るフィフティーン系の馬主になったんだよ。抹消給付金、自己見舞金、特別出走、手当距離別出走、奨励賞。お前ら大好きなはずだろ、ミルファーム。いやいや、札幌のクイーンステークスからの秋華賞直行だから、北ウィングはっていうかよ、マジで JRA の高級制度廃止からのレース傾向の変動はいろいろなところに現れてるけど、オープンで吹きたまるリステッド未満の馬、1勝クラスの高齢馬を追い出す特別出走手当の減額制度、弱い馬はそもそも出走できない未勝利馬3アウト制度とタイムオーバー制度の強化。まあバブル崩壊後生産頭数が競馬ブームもあって超過剰になっていたのもあり、馬資源の需要が急激になくなり、需要と供給のバランスが崩れていろいろな不幸があったのはわかるけどさ、今の高級制度廃止からのミルファームが躍動する2歳戦、3歳戦の少数等のオープンや1勝クラスのレースの未勝利馬登録、出走祭りは少し考えろよ。JRA よ、マジ切れじゃないですか。通過要項いう不満は予想動画でやるべきじゃないけどさ。2歳戦もそうだし。まあ、月曜のセントライト記念はソウルオリエンスやレイベンスティールが出ていてレベル高いけど、神戸新聞杯はどうなるかな？は？っていうかさ、ミルファーム祭りが起きる理由はさ、JRA の世代限定戦偏重の選択があるんだけどさ、その路線で行くと当然2歳。3歳限定戦のレベルって下がるわけでよ。そういう高級制度の悪影響が牝馬限定というさらに限定された空間もあって、シオンステークスやローズステークスのメンバーに現れてるんだよな。長い長い前置きねえ。そして、基本的にこのような JRA の世代限定戦のレース偏重路線は育成技術の向上や牝馬戦開催繰り上げもあって、馬の仕上がりの早期化をもたらしたわけよ。そうするとよほどの万世馬じゃない限り、3歳春に実力のある馬が活躍できないのは能力がそこまでではない。という形態が生まれる。クラシックはレベル高くなるけどね。今年の桜花賞なんて賞金ボーダーやばかったでしょ。阪神ジュベナイルフィリーズ2着の新緑化が出れないかも。っていう熾烈な戦いだったからね。そう考えるとよほどデビューが遅れている馬じゃない限り、何かの理由や戦績に明確な根拠がない限り、夏の上がり馬、という馬は死後になったというわけね。そういうこと。だから2歳や3歳の早い時期にデビューしていて、夏休まずに実績を上げてきた馬はこのローズステークス。いらないわね。バッサリじゃない？シオンステークスでも結局はハイペースでハマった感のある3着の知らんけど以外は掲示板は春にある程度実績を上げた馬で占められていたしね。つまり、よほどの成長力や血統的な背景を持っている大物。ファインモーションレベルじゃないとここでは用なしなわけね。池袋の風俗って、やめろ。また長々と前置きで北ウィングとミルファームのことをやったのは秋華賞直行組に有力馬が多く、今年はリバティアイランドというスターズオンアース以上の3冠が期待されるやべえ馬がいるからね。ここを目標にバチコリ仕上げて賞金狙い。という馬もいるだろうという想定も持たないといけないわね。馬主で言うとミルファーム系。地方で言えばホースケア系のムーブをしそうな勝負服は注意が必要ね。そういう前置きを総合すると、
競馬ゆっくり相当かけると残ったのはソーダズリング、レミージュ、ブレイディベイグ、ラベル、ココナッツブラウン、コンクシェル、ユリーシャの7頭に絞られたわね。まだまだここから絞らないとね。モレイラとかいう機種のコンクシェルはモレイラというのもあるけど、桜花賞は15着だし、参加しただけ。夏に1勝クラスと2勝クラスを連勝。逃げて才能開花。突き放しての派手さは感じるけど、正直、逃げないといけない馬は脆いし、この2000の2波論目の最高タイムは 11.0 秒。1000メートル通過タイムも 58.3 秒と早いけど、私としてはここで通用は厳しいんじゃないかしらね。同型の暴走族ユリーシャもいるし、同じ勝負服のレミージュも新味を出すための和田に乗り換わりだし、原点回帰の戦法使ってくるかもよ。こういう和田の乗り換わりってよかった試しないんだよな。TM オペラ王のランドセル。いや失礼か。ナップサックかリュックサックだったか控除外すると。ミッキーロケットの宝塚記念のみの人だからねー。クーリンガー、クーリンガー、ディープボンド。凱旋門賞乗ってないのなーぜ、なーぜ、な、ディープボンド視線さんねー。は？ユリーシャがとにかく逃げるから地獄だと思うんだよねー。スタートしてから3コーナーまで長いし、消耗戦になるし、阪神外回りは直線長いからね。平坦で坂までは残るとは思うけど。っていうことは、ユリーシャ、レミージュ、コンクシェルは消しなわけね。そういうこと。逃げでしか結果出ない馬は基本的に何か問題がある馬だからね。短期じゃないとダメとか。だから逃げたい馬が集まるとレース前に終了しちゃうのよね。こういう逃げ馬は惨敗繰り返した後、逃げ馬不在の条件戦で人気薄の時にマークが外れてバチコリ来るから、頭の隅には入れたい馬たちではあるけどね。おう、で。上がり馬勢のルメールのブレイディベイグと横山武史のココナッツブラウンは逃げ馬が多いし、2周目の阪神だし、前有利の頭は機種にあるだろうからペースは流れると思うわ。そうなると、前で折り合える馬だったり、後ろで末足を爆発できる馬若いね。その視点で見るとブレイディベイグははっきり言って人気しすぎだけど、2着、3着で十分期待できると思うわ。頭は来ない想定。ブレイディベイグは3戦2勝だけど、2着に敗れた新馬戦は上がり 32.3 秒出してるし、1着のロードプレイヤーがその後あれなのは怖いけど、それに春のクラシック路線は休養で不参加だし、勝った2戦も上がり 33.3 秒、33.6 秒と決め手のあるところは証明しているし、ここは対抗評価だけど買わないわけにはいかないわね。ルメールも秋華賞に乗る馬はこの馬っぽい気がするし、今年はどうやっても川田の一人勝ち。ココナッツブラウンはここ勝ってもおそらく乗り代わりの気がするのよね。横山武史はホップソウルに乗ってくるし、それにこの馬はブレイディベイグと比べて、上がりが新馬戦は 33.8 秒で2着。ここ2戦で34秒台とブレイディベイグと同じところにいたら突き放される感じだし、血統的にローズステークスを勝ったブロードストリートが一族にいる血統だし、期待感はあるけど、ブロードストリートと比べるとね、大物感が足りないと。下神戸牧場の勝負服で走る馬って能力は高そうなんだけど、開花しない馬の印象があるんだよね。ここはキリでいいと思う。おう、で。残った桜花賞、オークスに出走したソーダズリングとラベルなんだけど、ぶっちゃけソーダズリングのオークスはなだれ込んだだけの印象が強いし、レミージュと対して着差はない。それにフローラステークス2着からオークスに来ている馬だし、桜花賞路線からバチバチにやった馬じゃないからねー。そういう意味では評価はできないわ。おう。っていうことは、そうね。オークス3着のブーラがコバ混合のクイーンステークス勝ってるし、オークス4着で実力を示したラベルがガチガチの本命でバチコリよ。まあ他出資者兄貴からやめろって言われそうだな。いいなぁ。重賞制して、クラシック出れて、重賞でもまだまだチャンスがあって、お前にはスタッドリーのケフェウスステークスがあるだろ？にっこり、ラベルはここで賞金詰めないと秋華賞出ても無駄に終わりそうだし、勝つ競馬してくれると思うし、能力が違うと考えてのバチコリ鉄板本命予想ね。おう、しかもやはり厩舎だしここで賞金を稼ぐことも視野に入れているだろうし、
そこそこ仕上げてくるはずよ。タン穴はどうなの？これはお好みなんだけど、岡田真希を率いるノルマンディのセイヌブレイブがレミージュから松山奪ってここに来ているのがね、もちろん通用しないと思うんだけど、ミルファーム的に見るとノルマンもやるところだから、そういう意味では穴馬として。というところね、買い目はどうかしら？タン穴は本戦から外すけど、本命ラベルの単勝をバチコリとラベルとブレイディベイグの馬単を1点。計2点勝負でバチコリね。おお。マキオはあくまでもお好み。七味な感じね。つうか本当に最近の世代限定の重賞。春のトライアルレースもそうなんだけど盛り上がらないわよねー。2歳戦もおそらくは今現在はレーティングがつくのを待っている段階で順々に重賞だったりリステッドにしていくんだと思うんだけど、欧米の2歳戦の意味のわからない G1 の多さが日本にも？どう考えてるのかは JRA しかわからないだろうけどね。まあ、特にアメリカなんかは地方競馬と同じで競馬場ごとに開催組んでるから、だからこそフロリダダービーやサンタアニタダービーなんかの競馬場ごとのダービーがあって、両方とも G1 でケンタッキーダービーの前哨戦とかいうおかしいことになってるし、重賞や G1 増えるのも一長一短なわけね。個人的には若駒偏重じゃなくて高級制度復活してほしいよ。俺の一口相場が泣いてるよ。2勝クラスは苦しいです。1勝クラスで走りたいよ。ってさあ、結局はお前も利害関係者じゃねえか？にっこり。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。